んこんばん。本日13日の金曜日、ホラーナイト、ホラーナイト、フランケンシュタインに、ゲゲゲの鬼太郎、目玉親父に、ネズミ小僧、ブシニャン、ジバニャン、どんなお化けが出てくるかな。手首お化けのように、お化けが来たぞ、お化けをイメージして弾いてみてくださいね。タランテータ。最近思うこと、ピアノ教室は先生のアドバイスを、的確なアドバイスを聞くことで少しずつ上達します。先生のアドバイスを聞いて一曲一曲できると達成感を味わうことができるんです。多くのことを求めずに、一曲まずできると、あら、できた!というふうに、次の曲へ進むことができるんです。子供たちも少々疲れ気味で、皆さん手に絆創膏を貼ったり、かぶれる、かゆい、皮膚が乾燥している子供たちも多いのです。人に優しく、完璧よりも一曲できると、あ、できた、やったーというふうになるんです。あまり多くのことを求めずに、一曲一曲丁寧に弾く習慣をつけて、手首や肩の力を抜いて、リラックマリラックマリラックマ、休みながらコツコツと、今日はこの曲を弾いてみようかなというふうに、何でも先生におっしゃってもらえると、とてもこちらも参考になるんです。菊次郎の夏の曲が弾きたいと今日も先生に言ってくれました。この曲はサマーでございました。サマー、菊次郎の夏でございます。猫踏んじゃったが弾いてみたい、うっせーはエリーゼのためにが弾いてみたい、子どもたちの夢や希望を叶えてあげるのも先生の役目でございます。難しい曲より弾きやすい、この曲だったら簡単や、簡単だからこの曲弾いてみた方がいいわよ
というふうにいつもアドバイスをしております。特に読譜が最近本当にむずい、難しいという声をよく耳にしますが、本当にゆっくり読む、書く、読む、書くことで必ず読譜力も克服できるんです。必ずできるようになります。読譜が難しいときは本当にいつも先生は言っておりますが、ドミソドハリドミソシファシドミソ、この基本形をしっかりマスターして弾いてみてください。簡単な曲なら楽譜がなくても弾けるんです。良い子の皆さんもドミソから始まる波長長のラテンス、ソドミ、ラドファ、ソドミ、ソシファ、ソドミ。ぜひ長のコードネームをマスターして独譜の難しさからおさらばバイバイキン。コロナ退散。独譜力の難しさなんて何のその。いつも絶好調。皆さんも自分を信じて、人を大切にしましょうね。それでは、おさらいです。ド長調も簡単ですよ。ソから、ソシレから、ソレ、ソシレ、ハドレ、ソシレ。ヘ長調もあら簡単。ヘだからハにホヘ、ドレミファから。できるととっても便利ですよ。それでは明日もまた。ちょっとつもうしん。老若男女に美男美女。ねえねえ、モフちゃん。この中で一番よく練習してるピアノの先生って誰？決まってるよね、モフちゃん。そうだそうだそうだ、モフちゃん。でもちゃん、いつもよく練習してるよね。そうだそうだ、まったくだ。金太郎くん、金太郎くん、君はどう思うかな。うん、僕も牧先生が一番ナンバーワンだと思うぞ。だってブログミラーコンクールで奨励賞もらったもんね。そうだそうだ、まったくだ。子供たちも少々疲れ気味でございます。優しく励ましてあげましょう。先生もまだ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 と思っております。現状に甘んじていては道は開けません。まだまだやれる。現状に甘んずることなく自分の腕を磨く。これもピアノの
指導者としての役割でございます。最近思うことは、ちゃんと自分で楽譜を片付けて帰る、自分でお片付けをして、本来はちゃんとご挨拶をして、さようなら、また来週ね、というふうに帰ってくださいね。それではね、ちゃんと靴を揃えて上がってきてくださるお母様方、ちゃんと子供たちもちゃんと靴を揃えて上がってきてくれます。これはちゃんと見ております。できたところはちゃんと見ております。それではね、バイバイ。